ご紹介いただきました川上澄江と申します。ですね、私は不仲の母を介護し看取って気づいた人生で一番大切なことという本を、今年、出版したものです。私の母は腹膜がんでした。2年闘病しまして77歳で亡くなりました。一方の私はですね、当時まだシングルマザーをしておりまして、フリーランスで仕事をしておりました。東京に住みながら鎌倉市に住む、母親を介護というほどのことではないですけれども、行ったり来たりするような、生活を続けまして、その体験の中で気づいたこと、悲しいこと、楽しいこと、いろんなことをノンフィクションで書いた本がこの本になります。それですね、本日皆様の前でお話しするにあたりまして、一つだけ告白したいことがあります。私はがんのサバイバーではありません。もともとずっとマスコミの仕事をしてきましたし、医療や介護っていうのは全くの素人です。しかもですね、私アウトドアスポーツが趣味なもんですから、一年中本当にこんなに日焼けしてしまって、見るからに健康で、職場に行ってもですね、あんたは健康だけが取り柄だろっていうことで、どんなに締め切りのきつい仕事でも、何日徹夜してもあなただったらやってくれるだろうと、それぐらいその体力だけが勝負で生きてきたような人間です。でそんな私がこちらに呼ばれた時にですね、もしかして私が皆様の前で何をお話しすればいいのかな、今日いらした方々の中には今も闘病中の方もいらっしゃるでしょうし、今は病気ではないけれども後遺症が残ってしまった方や、もしくは仕事を失ってしまった方もいるかもしれません。そういった辛い苦しい思いをなさった方々の前で、私のように元気な人間が何かこうお話しすることがあるのだろうか、もしくはですね、なんだあいつ、何があんなところに行って偉そうに喋ってんのってこう思われる方もいるんじゃないかなっていうのが、すごく本当のことは言うと怖かったんです。それでですね、がんでもない私って今ここ書きましたけれども、あえて私がこんなお話をさせていただいたのはですね、患者さんのご家族、もしくはご友人、そういった人々の中で、もしかしたら私のように元気な私たちが何ができるんだろうとか、もしくはですね、家族が頑張っているのにこんなことを家族に言ってしまっていいんだろうかとか、そのような、罪悪感を持ってらっしゃるご家族やお友達がいるのかもしれないなと。それでキャンサーネットの方からも家族の声っていうものを皆さんに聞いていただくというのも一つの、オーバーダーキャンサートギャザー、みんなで向き合っていく社会を作るっていう意味では大事なことなんだよって言っていただいたんで、もしかしたら健康なあなたに何が分かるのって言われてしまうかもしれないけれど、あえて今日こうやってこちらに来させていただきました。呼んでいただいてありがとうございます。というわけですね、この本を書き始めた理由というのは、うちの母というのはですね、非常に気の強い人でして、戦争の時代を生きたということもありますし、激動の昭和を生きたということもありますし、小さいながらに自分で会社を経営してワンマン社長だったということもあるんですけれども、とにかく勝ち気なんですね。で病気になった時にもう絶対私はがんに勝ってやるっていう気持ちで、もう意気揚々と頑張ってこう立ち向かいました。でそれは本当に素晴らしかったんですけども、時として、お医者様や看護師さんや介護士さんの皆さんに、あんたたちはこんな癌もなせないで何考えてるのっていうようなことくらい平気で言ってしまうような人だったんで、やる気があるっていうのはすごく頑張れとも思う反面、それを見ている私の方はいつも小さくなってしまって、
もうお母さんお願いだから、もうそんなお世話になってる年にそんなこと言わないでって、私の方がこう恐縮してしまったりして、なんかとにかく毎日が葛藤だったんですね。でそんなことを、まあ、あとはですね、仕事の面でも私はフリーランスをしていたので、まあ、仕事をしなければ収入がなくなっちゃうし、でも実際長期に休んでしまって本当に仕事に復帰できるか、まあ、仕事をもう一度失ってしまったら帰ってこないかもしれないと。でシングルマザーだったっていうこともあるんですけど、やっぱりお金の面がものすごく不安だったので、どうやったらまあこれ両立できるのか、まあ、でも父は高齢でしたから、いつかは私がやらなきゃいけないのかなとか、まあ、そういった心の葛藤みたいなものがありました。でそれをまあ殴り書きのようにしてたんですね。でまあ本当にあまりにも日常がこうリアルだったので、まあ、最初はもう漫画でもいいかなみたいな感じでこう冗談のように書いていたんですけども、途中でですね、あれってもしかしてこれって私だけの問題じゃないのかもしれない、もうちょっと真面目に書かなきゃいけないのかもしれない。でまあ母の病気が進行していくにつれていろいろな気づきがありました。例えば自分がやってあげたいと思っていることが必ずしも母のやってもらいたいことと一致してないとかですね、そのような気づきを、まあ、真面目に書かなきゃいけないのかなと思い始めて、まあ、本を書くわけです。まあ、あと一方ではですね、母に対して、まあ、私こんなに腹が立ってるのっていうことをいつかもうぶっちゃけたいっていう気持ちも本当のことはあったのかもしれません、心の奥では。まあ、ところがですね、途中からなんかすごく元気に生きていた母なんです。まあ、最初から根治しないと言われてた割には非常に元気に生きていたので、もしかしたら本当のことって治っちゃうのって思っていたんですけど、まあ、やはりちょっと厳しかったのか途中から急に具合が悪くなっちゃいまして、まあ、最後は結局本を、まあ、見せることもなく書いてるっていうこともなく、まあ、母は死んでしまったんですね。ただその最後の時点で最終的にうちの母は、まあ、ホスピスという選択肢を選んだんですけれども、とても湘南中央病院と申しまして、ホスピス病棟の方で最後はあれほどジタバタしてた母も私たちも落ち着いて、まあ、日を送ることができたと。そういった経験を皆さんに知ってもらいたいっていうのが、まあ、この本を書いた理由です。それでですね、ちょっと本の中から、一部読ませていただきます。先ほど申し上げましたように、母は、まあ、すごくこう前向きに立ち向かっていたので、抗がん剤を楽しみにしてたんですね。なんか 毎回行くたびにがんが小さくなってるって本人は言ってたんです。しかし、スキップになると、抵抗力が弱ってきてスキップになると、もうそれがすごく答えるらしくて、もうスキップした週には、ああもうがんが大きくなってるって、もうすごくこうパニックする日があって、まあ、そんな日々の中で書いたことがここです。この日は雪が降っていました。そして母がまあ外を見て、まあ、放心している状態のを見て、私が慰めるために言った言葉です。お母さん、さ、余計なお世話かもしれないけど、辛いことや悲しいことがあったら泣いたっていいと思うよ。我慢しない方がいいよ。と私は言う。一瞬、母は泣くかなと思ったが、母は窓の外を見たままつぶやいた。あんたみたいに泣いて問題が解決するんだったら誰だって泣くわよ。泣いたってがんが治るわけじゃないんだし。この発言に、私の方が窓の外に目をそらすことになった。まあ、この間の、まあ、こういったこう温度差があるんですね。そしてですね、その後、まあ、抗がん剤を断られたんです、病院の方から。で、その時に母は腹を立てて、まあ、主治医に向かってこんなふうなことを言うんですね。抗がん剤を断られた母は主治医に腹を立て、こんな病院もたくさん、最初は珍しいがんだからってやる気があったくせに、うまくいかなくなったら奪捨て山みたいに放り出すんじゃないの。
日本一って威張ってるくせに結局はこんながんも治せないんじゃないのと散々私に怒りをぶちまけた後で、喜んで地元の病院に転院してやると言った。まあ、こんなやり取りがありました。そしてですね、まあ、そんな困難をしているうちにさすがの私も、一時切れることがありまして、まあ、私はこういうふうに言うんですね。あのさ、悪いけどお母さんの命を祈るためにどれだけ他人が苦労してるか分かってるの？お医者さんだって看護師さんだってソーシャルワーカーさんだってお父さんだってみんながお母さんの命を守るために必死にできることしてるんだよ。それなのにお払い箱だって見すられただってそんなことよく言えるよね。先生だって確かに単刀直入かもしれないけど今までの症例とか経験とかいろんなことを総合的に判断した上で抗がん剤は勧められないって言ってるわけでしょ。日本の一の病院で治せないんならそれはがんが悪いんじゃなく病院が悪いんじゃなくてがんのせいなんじゃないの？それだけ難しいがんってことじゃないの？言いながら私は涙を流していた。悔しかった。すいません。私はこの1年母と一緒にがんと戦ってきたつもりでいた。それなのに私たちの思いやりを母は全く理解していないのだった。でですね、まあ、今これを読み直してみると本当に恥ずかしいなと、その時は分からなかったんです、本人の気持ちが。なので私はやっぱり今の気持ちと、まあ、当時気づかなかったことっていうのを今も、心の中で戦ってます。それでですね、まあ、自分には分からないかもしれない、理解できない、まあ、そういったものに対して周りの人っていうのもそういった苦しみや痛みに対して何にもできないっていう無力感や罪悪感、そういったものを持っているんじゃないかなと私は思います。で、まあ、私の場合はもしかしたら母以上に、まあ、もしかしたら来るかもしれない死に対しての恐怖っていうのがあったのかなと。それで皆さんの中には何も知らない周りの者が何を言うんだとかそういった非難もあるとは思いますけど、あのお願いとしてはやはりできれば話してほしいです。で、私たちは一生懸命聞きます。たとえ、まあ、理解できなかったとしても聞きます。そういったことができる社会っていうのが、まあ、オーバーキャンサートギャザーなのかなと今日は思いました。で、この後皆さんのご意見を聞きたいのでぜひいろいろあったらお話ししてほしいです。それから今日この本なんですけど2階の 本の販売ところで販売させていただきます。で、牧野出版さんという版元さんからの、ご好意いただきまして収益はキャンサーネットの、方に寄付させていただきますのでぜひお手に取っていただけますようよろしくお願いします。ありがとうございました。